안녕하세요. 네, 반갑습니다. 디지털 현장에 계신 여러분들과 대한민국과 전 세계의 파이널 판타지 팬 여러분들께 디지타 2014 프로듀서 레터라이브 생방송을 진행하게 돼서 영광입니다. 안녕하세요. 엑투소프트 사업팀장 최정혜입니다. 네, 먼저 한국 서비스의 총괄 프로듀서를 맡고 계시는 배성곤 부사장님을 소개시켜드리겠습니다. 저는 디바이스에 종속되지 않고 재미있고 훌륭한 게임은 언제든 흥행할 수 있다고 깊이 믿고 있습니다. 그런 이유로 저는 온라인 게임의 미래를 누군가가 저에게 믿는다면 파이널 판타지 14가 그 대답이라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 네, 파이널 판타지 14의 한국 서비스 총괄 프로듀서를 맡고 계신 배성곤 부사장님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 색석해 주십시오. 다음은 여러분들께서 정말로 많이 기다리시는 스퀘어 에닉스의 파이널 판타지 14 총괄 프로듀서를 맡고 계시는 요시다 나오키님을 소개하도록 하겠습니다. まあ、丸1年運営しているタイトルだからっていうのもありますし、コンテンツのアップデートスピードもボリュームも多いってことで、正直言うとコンテンツもってやまほどあるので、またGスターで、たくさんのプレイ動画もそうですし、ハンズオンも用意して、皆さんにそのファイナルファンタジー14のすごさの一端を知っていただく最初の大きなイベントにしようと思ってますので。 네, 요시다 PD님은 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 여러분, 안녕하세요. 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 잘 부탁드립니다. 자, 그러면 본격적으로 디지타 2014에서 진행되는 특별 프로듀서 레터 라이브를 진행하도록 하겠습니다. 우선 한국 팬 여러분들은 프로듀서 레터 라이브라는 게 어떤 것인지 굉장히 생소하실 텐데요. 해당 부분에 대한 먼저 설명을 저희 요시다 PD님께서 진행해 주시도록 하겠습니다. 예, 改めまして 파이널 판타지 14 프로듀서 兼 디렉터를 務めてます 요시다と申します. どうぞよろしくお願いします. プロデューサーレターライブというのは、すでにグローバル版正式サービスが始まって1年経ちますが、 2012年から僕が世界中のプレイヤーの方の質問にこうやってリアルタイムで お答えするという番組をずっと続けてきました。こうやって今回、Gスターの場所で、韓国のプレイヤーの皆さんの前、そして、ゲームファンの皆さんの前で、あと、ツイッチもご覧になっている皆さんの前で、韓国から放送できるのをとても、嬉しく思ってます。どうぞ、よろしくお願いします。約90分ですよね。徹底的にお答えしていきますんで、よろしくお願いします。 네, 오늘 진행되는 디지타 특별편 프로듀서 레터라이브는 오늘뿐만 아니라 향후에도 계속 한국에서 진행될 예정이오니 많은 기대와 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 이제 본격적인 질문을 진행할 텐데요. 저희가 사전에 디지타 특별 페이지에서 사전에 많은 질문들을 받았고요. 이 질문들에 대해서 취합을 한 다음에 저희가 선정한 질문을 가지고 대답을 하는 형태로 진행하도록 하겠습니다. 자, 우선 첫 번째 질문인데요. 내년도에 저희가 2015년에 한국에서 서비스를 진행할 예정인데 이 성공 여부가 굉장히 많은 분들이 궁금해하세요. 이 성공 여부를 어느 정도 생각하시는지 먼저 배성곤 부사장님께 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 우선 여기 이렇게 많은 분들이 파이널 판타지 14 부스에 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 먼저 감사 인사드리고요. 저희가 파이널 판타지 14를 한국에 가져올 때 목표로 했던 것은 2015년도에는 우리가 대한민국 온라인 MMORPG 시장에서 넘버원이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이미 글로벌 시장에서 파이널 판타지 14가 엄청난 대성공을 거두고 있는 게임이고 방대한 시나리오와 다양한 컨텐츠가 충분히 한국 시장에 우리 유저들을 만족시킬 수 있다고 굳게 믿고 있습니다. 2015년 많이 기대해 주시고
저희들 많이 응원해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 2015년도에 한국 넘버원 MMORPG 게임은 파이널 판타지 14. 많은 기대 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 이 부분에 대해서 한 가지 짚고 넘어가야겠죠. 디스타 2014를 진행함에 있어서 한국에서 유명한 웹사이트 인벤에서 그2014 디스타 온라인 게임 인기순위 1등 게임을 뽑았는데요. 저희 파이널 판타지 14가 그 1위를 차지하였습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 조금 전 오후 3시에 해당 이제 시상식과 사진을 찍었는데요. 이 1위 한 기념으로 두 PD님들께 이제 소감을 여쭤보도록 하겠습니다. 예, 제가 먼저 소감 말씀드리겠습니다. 사실 그 G스타 시작 전날 게임 대상 시상식에 참석해서 많은 회사들 수상하는 거를 굉장히 부러운 눈으로 쳐다보면서 아쉬움도 많았지만 큰 박수를 쳐드렸습니다. 그런데 이렇게 큰 상을 오늘 고객분들이 직접 투표해가지고 뽑아주신 점에 대해서 진심으로 감사드리고 저희가 G스타 준비할 때 어떤 웹진의 고객분이 그런 말씀을 올리셨더라고요. 무슨 배짱으로 NC 맞은편에다가 부스를 차릴 생각을 했냐. 그 대답을 여러분이 해주신 것 같습니다. 진심으로 감사드립니다. 네, 그럼 요시다 PD님의 소감도 들어봐야겠죠? まずは非常に光栄な賞を最初にローンチ前にいただけたことを本当に嬉しく思ってます。 ファイナルファンタジーシリーズが韓国に正式にサービス開始するのは今回14が初めてで、その期待感に添えるだけのゲームをきちんとお届けするために、この先もクローズドベータオープンベータ正式サービスに向けて開発一丸となってあとアクトさんと協力して韓国を成功させるために頑張りますので、期待していただいている通りのいやもっとそれ以上のゲームをお届けしたいと思います。 네, 그럼 두 번째 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 많은 분들이 여기 계신 분들도 많이 궁금하실 텐데요. 한국에서 내년도에 도대체 CBT를 언제 진행하느냐 이런 질문이 굉장히 많이 올라왔었는데 한국 CBT 일정에 대해서 저희 배성곤 부사장님께서 답변해 드리도록 하겠습니다. 예, 사실 CBT 일정에 대한 부분을 최대한 빨리 알려드리는 거가 저희들이 해야 될 대답이라고 생각하고 있는데 여러분도 잘 아시다시피 파이널 판타지의 방대한 세계관을 한국어로 로컬라이즈 작업하는 데는 상당한 시간이 필요합니다. 그런데 퀄리티 떨어지게 빨리 진행을 해가지고 여러분들에게 실망감을 드리는 것보다는 충분한 로컬라이즈 작업을 해서 글로벌 서버에서 플레이하시는 분들도 한국어로 진행하는데 큰 문제가 없다, 만족스럽다라는 대답을 얻을 수 있는 준비를 위해서 저희가 정말 열심히 하고 있고요. 저희가 지금 목표로 하고 있는 거는 2015년 봄에서 여름 사이에는 반드시 클로즈드 베타를 통해서 여러분을 만나뵐 생각입니다. 그리고 클로즈드 베타는 말 그대로 클로즈드 베타인 이상 1차 CBT는 인원 제한을 통해 가지고 소수의 유저분들을 대상으로 진행할 예정이고 아마도 여기 와 계신 분들은 대부분 그 대상이 될 거라고 믿습니다. 예, 감사합니다. 네, 저도 사업을 맡고 있는 입장에서 최대한 준비를 빠르게 해서 정말 빠른 시간 내에 여러분들께 선보일 수 있도록 최대한 노력을 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 세 번째 질문인데요. 지금 글로벌 서버에서는 2.4 버전으로 서비스가 되고 있습니다. 근데 저희가 10월 달에 진행한 기자간담회에서는 버전 서비스 버전 2.3 이상으로 진행 이제 하기로 한다는 것을 말씀드렸었는데요. 한국에 업데이트하게 될 경우에는 어떤 주기로 업데이트를 하게 될 것인지 그 부분이 굉장히 궁금합니다라고 요시타 PD님께서 답변해 주시도록 하겠습니다. 今韓国版のサービスバージョンを何にするかとどのバージョンにするかという打ち合わせをかなり細かくやってる最中です。で今の予定ではパッチ 2.5 グローバル版のパッチ2.3か 2.4のどちらかでスタートをする予定になってます。でさっきもちょっとローカライズの話がありましたけどパッチ2.3まででも 320万文字あるゲームなので、今正確にきちんと韓国の方に楽しんでもらえるようなローカライズをしているので、バージョンが決まったらまたお知らせできると思います。
で、アップデート感覚に関しては、韓国のプレイヤーの皆さんのコンテンツ消費スピードにもよりますけど、もちろん。魔王活、だいたいグローバル版は3ヶ月から4ヶ月の間で、メジャーアップデート。で、間にマイナーアップデートを毎月挟んでるという感じなので、そのペースは崩さず、プレイヤーの皆さんにどんどん新しいコンテンツを届けたいと思ってます。참고로 말씀드리면 한국 서비스 버전 버전 같은 경우에는 어떤 버전으로 진행하더라도 요시다 PD님께서 직접 모든 유저가 해당 버전으로 진행한다라는 가정하에 밸런스 조정을 해주실 거기 때문에 많은 분들이 우려하시는 밸런스에 관련돼서는 요시다님을 전적으로 믿고 의지해 주셔도 무방할 것 같습니다. 기본적으로는 제가 직접 밸런스 조정, 콘텐츠의 라인업とか 아라간톰스톤의数とかそういうアイテムの数まで僕の方が韓国版のちゃんと責任を持って調整してますのでご期待ください。 네, 그럼 다음 질문으로 넘어가도록 하겠습니다. 많은 한국 유저분들의 질문을 해주신 사항들인데 플레이스테이션 3와 플레이스테이션 4 같은 경우에는 한국에서 지원하는지 있다면 언제쯤 예정인지에 대한 질문이 굉장히 많이 질문해 주셨어요. 이 질문에 대한 답변을 요시다 PD님께서 답변해 드리도록 하겠습니다. 가장 큰 것은 저는 물론 글로벌 版, PS3版, PS4版도 있는데 1人でも多くの方に 14을 플레이していただきたいので やりたいというのが 기본적인 모티베이션です. ただ, 14의 ポリシーとして ちゃんと Windows PC で遊んでる人 それから PS4で遊んでる人 PS3で遊んでる人 あと今 Mac版のテストもやってますけど みんなちゃんと同じサーバーで遊べることっていうのが絶対条件だと思ってます。で、例えばですけど、自分が Windows で遊んでいて、リアルで仲のいい友達が PS4で遊んでる時に一緒に遊べないのはとても残念なことだと思うので、ちゃんと一つのサーバーで遊べるように作る必要があります。 だそうなると今その韓国版のデータセンターっていうのは アクトズさんとスクエアニクス一緒に今韓国に作ってるんですけど PS4版 PS3版 のプレイヤーもそこに繋いでもらう必要があるので、今あっちにブース出てますけど SCE ソニーコンピューターエンターテインメントアジアジャパンの方々がどれくらい PS4版 やりたいかっていうのと、プレイヤーの皆さんがどれくらい PS4版 欲しいという声を上げてくれるかで、実現度やスピードが変わってくると思うので、ぜひね、期待されてる方は、フォーラムなんかを通じて声をいただけると嬉しく思います。 네, 그러면 다음 번 질문인데요. 글로벌 서버에서 한국 서버와의 어떤 통합 계획이 있는지에 관련된 질문도 올려주셨는데요. 이 통합 계획에 대한 질문도 역시 요시다 상께서 답변해 드리도록 하겠습니다. まずその韓国のデータセンターサーバーかどうかという観点の前に、韓国の当然データセンターそれからサーバーは全て新しいサーバーです。 当然全てのキャラクターがレベル1から始まって、みんなレベルを上げていろんなコンテンツをクリアしてゲーム内の通貨ギルを稼いで、新しい冒険始まるんですけど、やっぱりグローバルのプレイヤーってすごくたくさんギルを持ってたりとか、レベルの高いアイテムを持ってたりするので、せっかく韓国新しく始まるのに、やっぱり経済が壊れてしまうようなことっていうのは韓国とかそのグローバル関係なく、やっぱ新しいワールドに、すでに 成熟した市場のワールドからキャラクターがすぐ移ってくるってこと自体は、ないと思ってます。例えばグローバル版でも新しくできたサーバーっていうのは、やっぱりそのサーバーに移転するまでに3ヶ月とか6ヶ月とか、そのサーバーには移動できませんっていう制限をやっぱりかけて、新しいサーバーの経済とかを守ってきてるので、やっぱりその観点からいきなりそのキャラクターが移動できるってことはありません。 あとはやっぱり次に大きな問題ポイントとしては、グローバル版と韓国のサービスバージョンが違うので、最初のうちはだんだんもちろんその韓国版がアップデートのスピード上がって追いついてはきますけど、バージョンが違うので、よりアイテムレベルの高いアイテムとかを持ってきてしまうと、バージョンの整合性が取れないので、なかなかその移動するってこと自体はハードルが難易度が高いと今のところは思っておいてください。 あと最後にそのワールドの統合がサーバーの統合があるかっていう部分に関しては基本的にはないです。実はすごい重要なポイントなんですけど、グローバル版の運営の法律と韓国のゲームの運営の法律って微妙に違うので、
簡単にそこを混ぜたりするわけにもいかないですし、データセンターがやっぱり物理的に離れているので、そんなに簡単に統合できるものではないので、ワールドの統合っていうのは、グローバルと韓国版を一緒にしてしまうみたいなのは今のところ、はい、で物理的にもできない状態です。네그렇군요게임내경제밸런스와그리고한국의법률상문제로글로벌서버와의통합은어렵다는점한국유저분들의깊은이해와양해부탁드리도록하겠습니다자역시나좀글로벌서버의서비스와연관되는부분인데요많은유저님들께서글로벌 IP 차단에대한질문을해주셨어요근데이질문에대해서현재차단이진행되고있다어떻게진행할거냐이부분에대해서질문이왔었는데이부분은저희그배정건부사장님께서답변해드리도록하겠습니다예저희가파이널판타지14서비스를결정한이후에사실글로벌서버접근 IP 차단에대한부분은저희는원칙적으로하지않는것으로이미결정을했고요다만이제여러분도잘아시다시피현금작업장이나해킹문제등의이슈로인해서그런부분이향후에발생할여지는있지만근본적으로는한국서비스를할때도이부분에대한차단은원칙적으로하지않습니다다만한국의 IP 대역하고중국의 IP 대역의어느부분이좀일치하는부분이있더라고요그래서그런부분에서갑자기그런문제가생길수있는부분들은여지가조금씩있는것같은데요그부분은사실게임내경제를깨끗하게하겠다는스퀘어닉스의정책하고도일관성이있기때문에여러분들이조금그부분에대해서는이해를해주시면감사하겠습니다예네그렇군요많은분들께서그우려하고계시는중국쪽 IP 와본의아니게겹치는부분들은글로벌서버에서게임을즐기기위해서는다소번거롭겠지만글로벌서버의안정적인경제상황을위해서 VPN 우회같은방법을써서플레이해주시면감사하겠습니다ただやっぱり今グローバル版につないでせっかく楽しんでらっしゃる方がたくさんいて韓国版がリリースされるからって今その韓国の IP を遮断してしまうと皆さんプレイできなくなってしまうのでそうじゃないやっぱりファイナルファンタジー14を楽しむ方って国関係ないのでそこはもう閉じないでくださいと閉じないでもうどこで遊ぶかを皆さんが決めてくれればいいよという考え方をしているのでできるだけオープンに、するつもりではいますね、그리고다음질문인데요한국에서는이제세계에서좀찾아보기어려울정도로 PC방이라는문화가있습니다이 PC방 서비스를예정하고있다고했는데언제쯤그내용이확정되는지이런부분에대해서질문을해주셨는데요이부분도역시저희배정권부사장님께서답변해드리도록하겠습니다예여러분도잘아시다시피세계적으로유명한문화중에하나가 PC방 문화지않습니까요시다프로듀서도이부분에대해서굉장히감명을받았고요그리고 PC방 에대해서요시다 PD 도굉장히중요하게생각하고있습니다물론저희회사도 PC방 에대해서굉장히깊은관심과중요도를늘생각하고있었기때문에 PC방 정책에대해서는굉장히긍정적으로다양한혜택을준비를할계획입니다다만이런여러가지준비기간이필요해서클로즈드베타시점까지결정해가지고공개를드릴예정이고예를들자면 PC방 버프혜택같은뭐경험치추가획득또는그텔레포트비용감소라던가일반던전에서초월의힘버프같은경우이런부분에대해서는기본적으로는이미혜택을드리겠다고결정하고있고요다만그기에추가되는다양한혜택에대해서좀더고민할시간이필요하기때문에이부분을조금만더기다려주시면감사하겠습니다네그렇군요저희도적정한수준그러니까너무과하지도않고약하지도않은 PC방 수준의 PC방 혜택을준비할수있도록많은노력을할테니조금만더기다려주시기부탁드리겠습니다네그리고다음번질문인데요이역시많은정말많은분들이질문을해주신사항인데한국어로컬라이징작업상태현재현황이어떻게진행되고있는지굉장히많은질문을해주셨는데요이부분에대해서우선저희부사장님께서답변을해드리고요지다상의이제의견을들어보도록하겠습니다예저희가한국서비스준비하면서가장중요하게생각하고있고이부분이핵심이라고생각하고있는게로컬라이즈부분입니다저희액토즈내부에도로컬라이즈팀이있는데파이널판타지서비스하고있는스퀘어닉스내에도한국인스태프들이굉장히많이있으시고이분들이아무래도한국어와일본사이에서의어떤이해도가굉장히높기때문에매우순조롭게진행되고있는건사실입니다다만퍼센트로몇퍼센트진행됐다뭐이런답변을달라그러면아직까지는
초기 단계이기 때문에 구체적인 답변을 드리기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 매우 순조롭게 잘 진행되고 있다 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 그렇군요. 今回初めて Final Fantasy シリーズがその韓国に正式サービスになるので、 単純にゲーム内のテキストを例えばアクトズさんにお渡しして、じゃああとは翻訳してくださいっていう考え方ではやってません。もうそのグローバルだと、グローバルというか世界中のファイナルファンタジーシリーズをいつも楽しみにしてくれてる方にとってはもう28年の長い IP なので、例えばチョコボとかモーグリって誰でもそのファンだったら知ってる単語っていうのを、じゃあ韓国語に置き換えた時どうするんだっていうグロッサリー辞書をゼロから、作ってます完璧なものを。でそのグロッサリーを作ってるスタッフっていうのが今ちょっと紹介ありましたけど、韓国語ネイティブでかつ今スクエアエニックスに来てもらって、以前超大型 MMORPG の韓国ローカライズも手掛けてるスタッフなので、非常に情熱もあって、腕も確かです。でその人が今その14の単語も全て辞書にして、それをアクトさんにお渡ししてテキストのローカライズをします。 でさらにその後もう一回ローカライズされたテキストをスクリーンに戻してもらって、チェックをかけて、それから実装する。やっぱりスタートが一番大事なので、そこでしっかりしたクオリティラインっていうのを決めてからサービスするので、ちょっと今回英語版での出展になっちゃってますけど、それぐらい時間とクオリティかけて、きちんとローカライズしてますので、楽しみにお待ちいただければと思います。 저도 개인적으로 굉장히 파이널 판타지 시리즈의 팬인데요. 파이널 판타지 시리즈의 정통성과 그 고유 게임성을 그대로 서비스할 수 있도록 최대한 노력하도록 하겠습니다. 그다음번 질문은 글로벌 서버에서 친구 추천이나 어떤 무료 체험 이벤트 같은 걸 준비하고 있는데 이런 것들도 한국에서 여전히 서비스할 것인지에 대한 질문이 들어왔는데요. 이 부분은 저희 부사장님께서 답변해 드리도록 하겠습니다. 예, 저희가 파이널 판타지 서비스하는 원칙 중에 하나가 글로벌 서비스의 방식에 대해서 크게 변경 없이 간다는 원칙을 갖고 있습니다. 따라서 글로벌 서버에서 운영하는 친구 추천이나 무료 체험 버전의 경우에는 한국에서도 당연히 진행할 예정이고요. 다만 한국의 특수성에 따라서 조금 뭐 진행 방식이나 시점, 보상의 차이가 일부 있을 수는 있다는 점은 미리 말씀드려두겠습니다. 네, 기본적으로는 글로벌 서버 운영을 그대로 진행을 하는데 일부 차이가 있을 수 있다는 점 잘 알겠습니다. 자, 그 다음번 질문인데요. 글로벌 서버와 한국 서버의 운영의 차이는 어떤 것들이 있는지, 어떤 것이 어떤 차이가 있는지 궁금합니다라는 질문이 왔는데요. 이 부분 역시 저희 이제 부사장님께서 답변해 드리도록 하겠습니다. 여러분도 잘 아시다시피 파이널 판타지 14의 글로벌 서비스 버전의 운영은 정말 보기 드물 정도로 훌륭한 운영을 지금 보여주고 있다고 생각하고 있습니다. 한국에서도 당연히 글로벌 운영의 장점을 최대한 계승할 계획이고요. 아마 변함없이 운영 방법에 대해서는 스퀘어 에닉스와 철저하게 논의해서 고객 여러분의 부담을 드리지 않는 방식으로 진행할 예정입니다. 네, 이 외에도 그 게시판을 보면 왜 하필 렉토즈가 서비스를 해서 정말 걱정된다 이런 우려를 굉장히 많이 해주시는데요. 저희는 이제 글로벌 서버의 운영의 장점을 최대한 계승해서 최대한 그대로 서비스할 예정이니 저희 엑토즈의 운영을 믿고 지켜봐 주시기 부탁드리도록 하겠습니다. 別に持ち上げるわけじゃないんですけど、 アクトズさんがすごいなと思う点は、めちゃくちゃ14をプレイしてるんですよ。 でね、チェさん必ず会うと一番最初ね、今どこまで行ったアイテムレベルいくつだっていう話をね、一番最初にしてくるんですよ。今グローバル版で最も難しいレイドのファイナルコイルオブバハムートもターン2までもうクリアしてるので。 네네, アイテム レベル은 지금 113이고요. 진성편 2층 클리어 했습니다, 지난주에. だから、 プレイヤーの皆さんの気持ちは運営プロデューサーが一番分かってるので、僕と話をするときに、その今どこにポイントがあって、次何をしようとしてるのかっていうのは、とても全然説明する必要がないので、ここはものすごく大きいです。で、当たり前のことかもしれないですけど、運営チームが自分たちのゲームを徹底的にプレイしてるっていうのは本当に大切なことなので、やっぱりそれをアクトズさん全社一丸で皆さんプレイして、 そういう状態なので、そこを最も僕は信頼してますし、特に重要な方針を決めるときっていうのは、必ず僕に意見をアクトさん聞いてくださるので、ぜひ
アクトさんを信じて、スクエにもう頑張って全力尽くしますので、皆さんの力で14を盛り上げていただけたらなと思います。여러분들께서우려하시는액투지의운영이정말내년에는정말훌륭하구나를마음껏느끼실수있게끔좋은운영보여드리도록하겠습니다다음번질문지난달에해외에서이제런던과라스베이거스에서그페널판타지팬페스티벌이열렸고요오늘디지타에도진행하고있지만레터라이브도진행하고있는데이런한국유저들과의미팅간담회진행여부를한국에서개최를하실것인지에대한질문이많이들어왔습니다이부분에대해서요시다 PD 님께서답변을해주시도록하겠습니다ファンフェスティバルっていうのはやっぱりプレイヤーの皆さんあっての、イベントなのでまず僕らが一番最初にやらなければいけないのは韓国のまだプレイをしてないたくさんのゲームプレイヤーの人にまず14というゲームを楽しんでもらうことが最優先자여러분지금관계화면이나오고있는데요지난10월달에라스베이거스에서진행한팬페스티벌의영상인데요일본페니츠에서촬영한영상입니다정말많은분들이요시다 PD 님을환영하고반겨주고이렇게정말해외에서어떤연예인못지않은인기를누리고있는데요아정말대단하죠ファンフェスはそうやってプレイヤーの方がたくさんいてこそのファンフェスなのでぜひまずたくさんの人に遊んでもらった後韓国でもぜひ開催したいと思いますしプロデューサーレターに関してもこういったイベントのタイミングでは来て必ずプロデューサーレターライブやっていきたいと思ってますので楽しみにお待ちください。네그렇군요한국에서도꼭성공해서파이널판타지페스티벌코리아를반드시개최했으면좋겠어요여러분들많이도와주실거죠도와주실거죠감사합니다반드시성공해서한국에서팬페스티벌을개최하도록하겠습니다자이상한국서비스관련된대해서접수된11가지의질문에대해서답변을드렸는데요여러분정말많이궁금하실다음코너는이제게임관련된질문입니다게임관련된질문인데글로벌에서각종기념일일본의명절기간등이벤트와의상외모등다른그리고스퀘어에닉스게임과의콜라보등도굉장히많이진행이되고있는데이런부분콜라보이벤트같은것들이한국에서도진행될지궁금합니다라는질문이들어왔는데요이부분에대해서저희부사장님께서답변해드리도록하겠습니다아예뭐질문주신의도는충분히알겠는데예당연히진행을합니다예글로벌서버에서진행하는시즈널이벤트그리고스퀘어에닉스가갖고있는고유 IP 인 FF11, FF13, 드래곤캐스트콜라보이벤트같은경우는가능하면최대한한국에서도진행할예정이고여기에덧붙여한국유저들의성향에맞은특정한시즈널이벤트도같이준비할계획입니다이런여러가지에대해서요시다 PD 와긴밀하게협조하고있으니까2015년에런칭후에이런부분을만날수있을거라고믿고기다려주시면감사하겠습니다네그렇군요참고로여러분들께서한국서비스에적용될만한어떤아이템이나이벤트뭐의상같은것들이있다면각종커뮤니티게시판에올려주시면저희가항상지켜보고있기때문에많이올려주시면많이올려주실수록저희가이제그걸참고해서스퀘어닉스와협의해서진행할수있도록최대한노력하도록할테니많은의견부탁드리도록하겠습니다네역시나좀연계된질문인데요한국만의어떤요소게임요소탈것이나의상콘텐츠등에추가가될것인지이런질문이있었는데이부분은저희요시다 PD 님께서답변해드리도록하겠습니다たくさん今回このプロデューサーレターライブ向けのご質問でこんな韓国独自のアイテムが欲しいよっていうリクエストもたくさんいただいてそれに全部目を通しました。例えばその韓国伝統民族衣装の韓服とかファイナルファンタジー14のチームがどうそれをデザインして皆さんに届けられるのか前向きにちゃんと検討していますのでそういったファッションなアイテムだったり韓国独自のシーズナルイベントの企画っていうのはアクトさんと話をしてやっていく可能性が高いのでそちらも新しい情報をぜひ楽しみにお待ちください。ゲームを정말즐겨하는유저입장으로서많은한국형콘텐츠가들어갔으면하는바람입니다네다음질문인데요글로벌버전과한국버전의차이점많은분들이특히나액토즈가하면정말랜덤박스넣어서게임을망칠수있을것이다이런우려를굉장히많이하셨는데요저희그런거안합니다안하고요 네안하니까안심해주시기부탁드리고글로벌버전과한국버전의차이점이런것들이어떤것이있는지요시다상에게직접여쭤보고답변을받도록하겠습니다ランダムボックスは僕が許しません。
そういうゲームじゃないです。基本的に韓国バージョンはグローバルバージョンと同じポリシーで運営も開発もしていきますので、皆さんに何か特別に強いようなことはないとちゃんとお約束しておきます。ですので、グローバル版と変わらず安心してプレイできると思っていただきたいのと同時に、僕が今、アクトズさんとお話をして、その韓国の正式バージョン、正式サービスバージョンをどういったバランスで皆さんに楽しんでもらって、コミュニティをまず成熟させたらいいのかっていうのをきちんと韓国版のためだけにちゃんと作業をしてますので、そこも、情報これから出ていくと思うので、そちらも合わせてお待ちいただけたらなと思います。特にロット周り、アイテムのロット周りで韓国だとゴールドオークションがよく使われるっていうお話を聞いてたり、その辺も調査してますので、韓国でサービスするために何が必要なのかっていうのもきちんと、調査をした上で作業を当たってますので、そちらも情報を楽しみにお待ちください。 네, 그렇군요. 지금 아이템 획득 방식이 이제 니드, 그리드, 패스 형태로 진행되고 있어서 어떤 특정인이 실수를 하게 됐을 경우에 원하는 아이템을 획득하지 못하는 이런 부분들에 대해서도 이제 개선이 될 예정이니까 여러분 많은 참고 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 다음번 질문인데요. 파이널 판타지 시리즈에 대해서 아무것도 모르거나 혹은 MMORPG라는 장르 자체가 처음인 유저들도 정말 빠른 적응이 가능한지 궁금합니다. 라는 질문이 왔는데요. 이 부분 역시 요시다 PD님께서 답변해 드리도록 하겠습니다. 파이널 판타지 시리즈, 14でついてるので、もしかすると特に若い方だと ファイナルファンタジー自体の名前はちょっと聞いたことがあるけど、よくわからないって方の方が多いっていうのはちゃんと、認識してます。例えばやっぱり漫画とか、それから、ドラマとかもそうですけど、14番目からいきなりプレイして本当に見て読んだり見たりして大丈夫なのかなって思うところって必ずあると思ってます。で、14に関しては今までの FF を知ってても楽しめますし、もちろん全く知らなくてもそれ単体で 100% 楽しめるゲームにしていますので、そういった、今新しい世代のプレイヤーで FF を知らない方に関しては、ゼロから正式サービスに向かって改めての PR をきちんとしていきますので、ぜひね、皆さんこの中に FF 詳しい方たくさんいらっしゃると思うので、友達やコミュニティ、ウェブなんかで安心しろよと、14から遊んでも大丈夫だよって話をぜひしていただきたいなと思います。ね、많이많이소문내주실거죠。감사합니다。ね、그리고다음번질문인데요。한국형 MMORPG, 이전뭐한국에서진행한매체인터뷰에서보면요시다상도한국게임들을많이플레이를하셨는데한국형 MMORPG 와파이널판타지14의차별화된장점이있다면무엇이있는지질문이올라왔는데요。요시다 PD님께서 답변해드리도록 하겠습니다。MMORPG って、皆さんが一番よくご存知だと思うんですけど、たった一つの勝負できるポイントで勝負するようなゲームではないと、僕もプレイヤーなので思ってます。で、ファイナルファンタジー14は3つの大きな柱で構成されているゲームです。まず映画のようなドラマティックなストーリーと、それからカットシーンというのは他の、MMORPG には絶対ないものなので、ぜひそこを楽しんだ上でゲームにのめり込んでいただきたいなと思ってます。で、2つ目の柱はグラフィックスクオリティ。これはパッと見た時のスクリーンショットのクオリティではなくて、ゲームを操作している時の例えば、フィーリング、フレームレートだったり、世界の隅々まで作り込まれている環境だったり、その全ての、水準を非常に高いものに維持しています。だからぜひこの点はクローズドベータ、オープンベータでぜひ皆さん手に取ってゲームの中で体感していただきたいなと思います。で、3つ目の柱はゲームサウンド。これだけ、ゲームのサウンドにこだわり抜いたゲームは他に見られないと思います。ほぼ全てのシーンにおいて、専用の楽曲が用意されていて、全て 5.1 チャンネルサラウンドで聴くことができます。環境音1つとっても使い回しがどこにあるのかわからないぐらい、豊富な世界を構成する音として作られているので、その3つの柱をぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思ってます。で、その上に、その3つの柱の上にPVE も PVP も、それからハウジングを含めた生活系のコンテンツも全てをご用意して、テーマパークとして皆さんが、プレイしてくださるのを待ってるのがファイナルファンタジー14なので、ぜひ総合的なエンターテインメントだと思って期待をしていただきたいなと思います。
네, 그렇군요. 특히나 하오진 같은 경우에는 한국형 MMORPG에서는 찾아볼 수 없는 정말 독특하고 되게 이쁜 컨텐츠이기 때문에 많은 여러분들이 기대를 해주셔도 좋을 것 같습니다. 참고로 말씀드리면 현재 파이널 판타지 14 같은 경우에는 정식 발매 OST 앨범이 두 개가 남았고요. 두 개의 앨범에서 200개 이상의 곡이 이미 준비되어 있습니다. 정말 아름다운 곡들이니까 시간 나시면 꼭 구매하셔서 한번 들어보시기 부탁드리겠습니다. 아, 그리고 다음 질문. 저도 굉장히 팬인데요. 아마노 요시타카 씨 다들 아시나요? 네, 저도 정말 그 아마노 요시타카 씨의 몽환적인 일러스트를 정말 좋아하는데요. 아마노 요시타카 씨도 여전히 참여하는지에 대한 질문이 나왔습니다. まあもちろんあのアレルムリボンのロゴも天野先生の書き下ろしですし今グローバル版ではえっと来年の春を目指して我々が 3.0 と呼んでいる最初のエクスパンションヘブンズワードの制作を行っています。そのメインのイラストも天野先生にお願いしてますので、あのこれからもあのずっと関わり続けていただくつもりです。あの若干ですけど、ちょっとそのグローバル版とかあのグローバル版を今プレイされている方にちょっとしたネタバレですけど、 あのそのアマノ先生のイラストってパッケージのロゴだけじゃなくてもう一枚あのお願いしているすごい絵があるんですけど、それがストーリー上かなり重要な役割を担ってくるので、あのアマノ先生にもしっかりゲームの中のイラストも今お願いしているところです。 아, 굉장히 기대가 되네요. 좋은 답변 감사드립니다. 자, 그리고 파이널 판타지가 14탄까지 나왔는데요. 아시는 분들은 아시겠지만 파이널 판타지 11 같은 경우에도 MMORPG였습니다. 파이널 판타지 14는 이 두 번째 MMORPG인 셈인데요. 그 파이널 판타지 11과 14의 차이점이 무엇인지라는 질문이 들어왔습니다. 답변 부탁드릴게요. Final Fantasy 11というのは間もなく運営15年に入ろうとしている非常に息の長い、こちらもグローバルのに展開している MMORPG です。 カテゴリーとしては第一世代の MMORPG に近くて、例えばエバークエストとか、それからリネージュ2の ような、非常に長い時間をかけてキャラクターを成長させていって、かつたくさんのジョブやサポートジョブシステムがあって、非常にキャラクター作っていくこと、それからアイテムを手に入れていくことに非常に高いモチベーションを持てて、かつストーリーが素晴らしい、やっぱり FF なのでストーリーが素晴らしい MMORPG の非常に素晴らしい作品だと思ってます。 ただファイナルファンタジー14の場合は、レベリングに時間を割くことよりも レベルを完走した後、エンドコンテンツ、いろんなコンテンツを楽しんでいく、エンドコンテンツ型のゲームになっているので、ゲームデザインが全く違います。だから、それぞれ独立した、全く FF シリーズですけど、全く異なる MMORPG として楽しめるので、興味のある方、ぜひ11に関しても調べていただけたらなと思います。 네, 그렇군요. 엔드 콘텐츠형 게임이라는 점 잘 알겠습니다. 다음번 질문이 좀 특이해요. 여러분들, 톰베리 아시는 분 계세요? 아, 질문하시는 분이 저기 계시는군요. 톰베리에 대한 추가, 이제 톰베리 자료 화면이 준비되어 있는지 모르겠지만, 지금 보고 계시는 게 톰베리죠. 네, 이 톰베리에 대한 뭐 어떤 컨텐츠가 있는지 궁금하다고 계획을 물어봤습니다. 톰베리は、ファイナルファンタジーシリーズでもちょいちょい顔を出してくるモンスター、シリーズの中でも顔を出してくるモンスターで、 14の中ではワンダラーパレスっていうダンジョンの中で、主にストーリーがあったり、 学者というジョブのストーリーの中でもフォーカスされているモンスターです。まだ詳しくは言えないんですけど、再びちょっとトンベリがフォーカスされるコンテンツが今制作中なので、もうちょっとお待ちいただければまた新しい一面が見れるんじゃないかなと思います。 네, 톰베리에 대한 궁금한 사항 해소되셨나요? 아유, 네, 알겠습니다. 네, 그리고 다음번 질문인데요. 이건 저도 굉장히 궁금했던 질문이었는데, 파이널 판타지가 이제 핵심 하드코어 레이드는 8인 레이드로 되어 있는데, 혹시 10인이나 12인처럼 좀 더 인원이 늘어난 레이드가 추가될 계획은 없는지에 대한 질문이 들어왔습니다. 지금 파이널 판타지 14の場合だと, PVE のレイドだと8人で、非常に難易度の高いものに、チャレンジしていく、ハイレベルなエンドコンテンツと、 24人でパーティーを組んでワイワイみんなでたくさんの人数で攻略してくるレイドと、まあ、2つあります。で、特にその8人でやる高難易度レイド、まあ、昨日から放送とかでもここでデモンストレーションやってたりしますけど、かなり難しいんです。ただでさえ難しいやつを8人揃ってクリアしていくことはとても難しいので、それを12人にしてしまうともっと難しくなるので、今のところその難しいものを人数増やすっていうことは考えてないです。
むしろあのグローバルだともう4人で難しいやつとかできないですかっていう意見も多いのであのそういった方向でいろんなパターンで遊べるようなものを目指していきたいなと思ってますねえ、그렇군요참고로저도이제파이널판타지레이드를하기전에와우라는게임을굉장히오래했었는데요정말어렵잖아요해보신분들은아시겠지만정말어려운레이드인데파이널판타지레이드쉽게봤다가정말큰코다치고요엄청난멘탈붕괴를겪었습니다정말어렵고재미있는레이드가준비되어있으니까한국서비스시에많은기대부탁드리도록하겠습니다네다음번질문인데요이것도역시저도굉장히궁금하고많은분들이궁금해하실것같은데파이널판타지14의최종적인모습이어떤모습일지궁금하다라는질문이들어왔어요まあ、MMORPG なので終わりなんて基本ないっていうのが、当たり前のことかなっていうふうにまず思ってますでもやっぱり少なくとも10年は運営を続けたいと常々言ってますしあの常にやっぱり皆さんが驚きのあって楽しめるものをずっと出し続けるってことが一番何より僕らにとっての最終目標今の目標でもあるし10年先でも変わらない多分目標なのでそれを常に続けていきたいっていうのが、僕らの中の最終目標ですだから僕らとしてはオンラインの世界にあるファイナルファンタジーのテーマパークを目指してあのこれからもずっと作り続けていこうと思いますのであの皆さん友達など誘ってねそのテーマパークにいつも遊びに来てもらえればなというのが僕らの目標ですねえ、그리고다음번질문은요スキルに関連된질문인데요게임내스킨의글로벌쿨타임이좀굉장히길게느껴진다그래서혹시이걸한국유저들이원하면줄여질수있는지이런질문이들어왔는데요이거에대한계획을궁금좀여쭤보고싶습니다このご質問って実はグローバル版のベータとかアルファの時にも話がありました特にファイナルファンタジー14の場合まあ、あと MMORPG っていうジャンルが今ちょっとそのアクションだったり序盤のその派手さっていうところを求めてちょっと初めて遊ぶ人たちっていうのがだんだんついてこれないゲームジャンルになっちゃってるかなっていうふうに思ってますだから常に MMORPG のシステムに慣れた人たちばかりターゲットにしたそのゲームのデザインだと新しいプレイヤーが増えてくれないし今回14に関してはそういった新しい人たちが特にゲームの序盤ゆっくりちゃんと考えてゲームができるためにあえてゆったりしたゲームのバランスになってますで皆さんグローバルで遊んでる方エンド行くと分かると思うんですけどとても長いと言ってられないぐらいコンテンツ難しいと思うのであれがグローバルクールダウン1秒で回るのをちょっと想像してもらいたいんですけどとてもじゃないけどやってられないと思うんですねだから僕らはとても序盤を大切に考えてますゲームの入り口なのででちゃんと完走して先へ行ったらやりごたえのあるものをきっちり用意されているので、ちょっとねメモに慣れた方だと序盤ちょっとゆったりだなペースって思うかもしれないですけど先へ行けばちゃんとエキサイティングできるものが山ほど用意されているのでぜひそのあたりはグローバルで遊んでいる方の意見とかも聞いてみた上でご判断いただきたいなとちなみにグローバル版のアルファやベータで出たその意見は出なくなりましただから逆にアクションが苦手だなとかいう方にとってゆったり遊べるゲームになってると思いますのでぜひねいろんなコンテンツあるのでご自身のプレイスタイルを見つけて遊んでいただけたらなと思います정말저도처음에는처음시작할때굉장히답답했었는데계속하다보니까정말너무힘들오히려더느렸으면좋겠다라는생각을할정도로굉장히정말게임이스피드하게진행되니까요한국서비스시에많은플레이부탁드리도록하겠습니다최근에이제 3.0 그러니까헤븐스워드창천의이슈가르드확장팩이발표가되었는데요오리지널만신이최초로추가됐는데이오리지널만신외에도파판14만의오리지널만신과혹은특정종족의직업추가계획이있는지이런부분에대한질문이들어왔습니다요시다PD님답변부탁드리겠습니다はいもちろんですこの後ですねグローバルツアーファンフェスいよいよ最後東京が12月に行われるんですけどそこでまた新しい情報を出しますので新しい種族だったり新しいジョブがまた公開されるのかなと思うのでぜひネットでそちらの情報にも期待していただけたらと思いますね、그렇군요참고로말씀드리면저희도그도쿄팬페스티벌에참석할예정이라서한국여러분들께좀최대한실시간으로많은정보를알려드릴수있도록노력할테니저희파이널판타지한국홈페이지를찾아주시면해당정보를알려드릴수있도록하겠습니다
많이 와주세요. 회원 가입해 주시고요. 네. 다음번 질문인데요. 이거는 좀 개인적 성향에 따라 많이 달라질 거라 생각을 하는데, 유저 인터페이스가 너무 복잡한 게 아닌가라는 질문이 들어왔습니다. 조금 더 유저 편의를 위해서 심플하게 만들 계획이 있는지에 대한 질문이 들어왔는데요. 예, 또 例えばですけど、そのご意見は、例えばオンラインじゃないオフラインのファイナルファンタジー14をプレイされてる方が今回14を見ると、なんかすごい数のウィンドウが出てたり、バーや数字が並んでるっていう風に見えるかもしれない。あと特にそのグローバルプレイヤーのそのエンドコンテンツで行ってるような人の UI を見ると、まあすごいたくさんほとんど画面UIで埋まってるじゃんに見えるかもしれないです。ただゲームスタートした直後のユーザーインターフェースってすごく 単純に作ってあります。だからゲームの序盤からぜひオープンベータあたりでやっていただけると、なんだ全然思ってたのと違う少ないじゃん。でだんだんプレイをしてレベルが上がっていくと、もっと便利にしようって思ってるうちにだんだんいろんなインターフェース使いこなせるように、そういう設計にしてあるので、あまり怖がらなくても大丈夫だと思います。ね、 그렇군요. 게임 관련된 질문은 여기서 마무리를 하고 여러분들이 많이 궁금해하실 거라 생각하는 요시다 PD님의 개인적인 어떤 질문에 대해서 진행하도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 파이널 판타지 14가 아시는 분들은 아시겠지만 한번 좀 실패를 한 이후에 성공적으로 정말 역사에 길이 남을 정도로 재런칭에 성공한 게임인데요. 이 성공 비결에 대한 요시다 PD님의 생각이 궁금합니다. 라는 질문이 올라왔습니다. 마다 1년 탔다 막가리 ですので成功したっていうイメージはぶっちゃけないです。これからもちゃんと今まで通り努力をして皆さんにできるだけたくさんのコンテンツを早く届けるっていうのが当たり前のことかもしれないんですけど、 MMORPG の運営で一番難しいことだと思うので、それを続けていきたいっていうのが今の心境です。だからまあそれが秘訣って言われれば秘訣なのかもしれないですけど、まあネバーギブアップです。 아이코토바 네바기바프난데. 더불어 저희 엑토즈 소프트도 정말 훌륭한 게임 서비스로 여러분들께 정말 칭찬을 많이 받을 수 있도록 정말 많이 노력할 테니까요. 제발 더 이상의 악플은 그만 달아주시기 부탁드리겠습니다. 네. 그리고 다음 질문인데요. 어제 오신 분들, 오늘 오신 분들, 좀 일찍 오신 분들을 보셨을 텐데 요시다 피디님께서 직접 무대에서 시연을 하셨어요. 근데 이제 만신전 시연 플레이도 굉장히 훌륭하게 하시고 아이템 레벨 90으로 진행을 하셨는데 해우편도 깨시고. 근데 요시다 PD님 개인 계정에 만렙 직업의 수는 몇 개인가요? 라는 질문이 들어왔어요. 굉장히 궁금하죠? 야, 이빠이 아리마스けど, 아래도 고래도 소래도 고래가 또 같대 이다스 ですね. 로드스톤っていう 플레이어를 検索する 사이트가 あるので, 도이츠가 요시다だって 探し始めると思うので, あんまり言わないようにしてるんです. 네. 메인은 크로마도시, 僕も ファイナル コイル オブ バームと 普通に言ってるので. 다음번 질문인데요. 요시다 PD님께서 생각하시는 파이널 판타지 14에서 가장 재미있는 레이드 던전은 무엇인지 궁금합니다 라는 질문이 들어왔습니다. 던전 難しいですね. 탁산 던전 あるんですけど, 와이와이 みんなでできるっていう意味だと僕はクリスタルタワーシリーズはちょうどいい難易度でアイテムサブジョブのアイテム取りに行く人, それからゆっくり、いろんなストーン稼ぎに行く人、いろんなモチベーションがワイワイやれるコンテンツなので、クリスタルタワーシリーズの、ダンジョンは好きです。あと、レイドじゃないダンジョンで言うと、僕は4人で結構力を合わせてワイワイこう、どうやってクリアするんだろうねって言いながらプレイするのも好きなので、グローバル版では難しすぎるって言って、あんまり評判良くなかったんですけど、シリウス大灯台っていうダンジョンがあるんですけど、僕はシリウス大灯台好きです。音楽も素晴らしいので、ダンジョン好きです。まあ、あそこのボスがセイレーンなんですけど、僕の友達のメイン、シロマ同士ヒーラーやってる人が、もう二度と行きたくないあそこって言ってましたけど。<笑><笑> 1주년 기념식에 사운드 디렉터인 속행상이 라이브 방송 중에 시리우스 대등대 리뉴얼을 했었는데요. 정말 음악이 좋습니다. 시간 되시는 분들은 시리우스 대등대를 검색해보셔서 해당 음악을 들어보시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 그리고 여러분들 참 요시다 PD가 정말 워커홀릭이라고 알려져 있는데요. 이 취미는 무엇인지, 사람이 일만 하고 살 수는 없잖아요. 근데 쉬실 때 무엇을 하는지 궁금하지 않으세요?
예, 요제 PD님이 쉬실 때 무엇을 하는지에 대한 답변을 해주시면 감사하겠습니다. 네, 또 게임을 플레이すること以外だと スノーボードとバスケットボールですかね。で、最近バスケは忙しくてあんまり顔を出せてないので、あのバスケのメンバーからもいつ来るんだよって言われてるんですけど、スノーボードに関しては朝まで仕事してでもそのままスキー場へ向かって、あの1日中滑ってそのまま夜中車で帰ってくるっていうぐらい、あの行きます。 네, 年間 다이타이 스노보드 20回20本ぐらい、あの行ってます。あとはただそのワーカホリックって言いますけど、僕ゲームをプレイするのも、あと作るのも趣味みたいなもんなので、あのあんまりなんだろう辛いと思ったことがないので、まあこういうこと言うからワーカホリックだって言われるのかもしれないですけど、あの作るのもプレイするのも楽しいです。あ、 네, 그렇군요. 스노보드를 좋아하시는 요지태 PD님, 이거 좀 직설적인 건데요. 내년 겨울이면 한국에서 파판14를 런칭한 이후인데 많은 유저분들께서 성공을 하신다라면 저희가 스키장에서 한번 모시는 것도 좋겠죠? 어떻게 생각하세요? 뭐, 이해했어요. 그 이벤트 서쪽에서 다 스베트했어요. 그럼 함께 타시면 되지 않을까요? 아, 물론 그게 이해했어요. ついてこれた一人だけ新しい情報を教えたりとか. 파이널 판타지 개발팀은 250명 이상일 정도로 대규모 개발팀인데 이런 인원수가 많은 개발팀을 어떻게 이끌어 나가시는지, 어떤 그런 리더십에 대한 의견이 왔는데 그 노하우에 대해서 말씀해 주실 수 있으실지. このお話をまともにするとですね、2時間ぐらいの多分講演になっちゃうんで、ちょっとかいつまんで説明しますね。もう皆さんね、ぐったり、暑くてぐったりしてきてるんで耐えられないですよ。 ファイナルファンタジー14は確かに今アナウンサーと259名以上の開発体制でって言ってるんですけど、本当はもっとたくさんいます。会社からそれ以上数字を言うなって言われてるから言ってないだけです。で、14の場合、まあ数百人の開発チームと、各拠点に数十人の当然運営チーム、GM もいて、あとアクトズさんのような、協力会社さんというのもたくさん、いらっしゃいます。 で、その時に一番大切にしてるのは意思決定、要は何かを決めることっていうのをいかに早く決められるかっていうことを、踏まえてチームが作られてます。例えばちょっと想像をしていただきたいんですけど、皆さんが従業員500人いる会社の社長さんだと思ってください。で、次に会社が作る新製品を企画 A にするか、 企画 B にするか、全く違う企画が2つあって、どっちかにしなきゃいけない。当然決定しないと500人がどっちのものを作っていいのかわからないので、何もすることがなくて毎日お給料だけ消費することになりますよね。で、決めるのが遅れると作り始めるのも遅くなってしまうから、結局商品が皆さんに届くのも遅くなっちゃう。だから14の場合は3年先、2年先、 1年先っていう将来の計画っていうのを徹底的に作るのとが一つ。だからそのための情報集めだったり、普段からの、いろんな要素の調査っていうのをちゃんとしたチームやスタッフが行ってるから、何か決めなきゃっていう時に、そっから調べるんじゃなくて、もう情報は出揃ってるので、 あとは決めるだけだっていう状況をどれだけ早く作るかっていうことを念頭に置いてチームを作ってます。今は開発のマネージメントだけをやってるスタッフでももう12、3人いるぐらいなので、あのすごくチームビルディングも、あのまあ結局はチームビルディングの話になっちゃうんですけど、そのチームを作る時にもそういったそのコンセプトを大事にしたチーム作りをしてるってところがコツなのかもしれないです。 그렇군요. 그 12명의 디렉터 분들 중에서 글로벌 프로듀서 레터 라이브를 함께 진행하는 무로우치상도 있는데요. 무로우치상과 평소에도 사적으로 많이 친한지에 대한 질문이 들어왔어요. 예, 평소에도 그 많이 친하신지 무로우치상과. 야, 뭐 나가와 워크는 ないですけど. グローバルコミュニティチームのリーダーをやってる、まあ、ムロウチ、よくあだ名モルボルって言うんですけど、まあ、そいつとよくライブ放送やってるんで、まあ、仲いいんですかっていう質問ですけど、 まあ基本的に仲いいはいいのはいいですよ、とりあえず。ただあのプライベートでまでね、一緒にドライブ行ったり温泉行ったりするような関係ではないので。
あのね、微妙に仲良く、あの、長いことを続けていくためには、あんまりベタベタしすぎないことの方がいいかなと思います。韓国에서진행되는 G-STAR 특별편 프로듀스 レトライブ가 마무리할 시간이 5분 정도밖에 남지 않았습니다. 근데 여러분들 지금까지 뭐 많이 여기저기서 검색해서 많은 정보들을 얻으셨을 텐데요. 그동안 공개되지 않았던 어떤 비화, 파이널 판타지 14를 개발하시면서 이제 있었던 비화에 대해서 하나 준비를 하신 게 있다고 합니다. 여러분 궁금하시죠?네, 궁금한 개별 비화를 한번 들어보도록 하겠습니다. 裏話まあ、詳しい方はご存知かもしれないですけど、ファイナルファンタジー14というタイトルは本当にいろんなこう困難があったプロジェクトで、最初2010年にそのオリジナル版が9年か、はい、9年ですね、発売された時にやっぱあんまり出来が良くなくて、あの非常にファンの方もプレイヤーの方もがっかりさせてしまったんですけど、あのその後僕がその14というプロジェクトを全部引き受けて、その 1.0 と呼んでるオリジナル版のアップデートを諦めずに続けながら、今回、サービスを改めてさせてもらってるその新生 14ARR っていうバージョンをなんと2本同時に、1本はアップデート、1本はまるっとゼロから開発をっていうのを約2年8ヶ月で全部やりきったので、あのまあ、とにかく期間が短い中で MMO を作るっていうこと自体がもう異常だったので、苦労話だらけですねでも結局そこで、まあ、さっきもちょっとネバーギブアップで単語を言いましたけど、僕らに結局できることはとにかく面白い、自分たちが少なくとも遊んで面白いと思うものを作り続けること以外にできることがないので、僕らはゲーム作るゲーム開発者なので、ただそれをまっすぐやって、ちゃんとプレイヤーやファンの方に伝えていけばちゃんと届くっていうことが証明できてるタイトルなのかなというのが、今その僕が一番この14というプロジェクトをやってて誇りに思ってることですし、世界中にあの皆さんも含めてこうして本当たくさんのプレイヤーの方とファンの方に応援していただけてるのが何より幸せです。これからももっともっとたくさんの人、特に韓国市場に関してはこれから日本から初めて超大型 MMORPG として、挑戦者のつもりでやっていきますので、ぜひ今日この会場で皆さんに、初めましてとご挨拶をすることができたので、これから真剣に本気で、14を成功させるために努力を続けたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。네, G-STAR 2014 Final Fantasy 14 부스에서 진행되고 있는 프로듀서 레터라이브 특별판, 이제 저희가 이별을 해야 될 시간인데요. 네, 오늘 굉장히 1시간 반이라는 짧은 시간 동안 여러분들께 레터라이브 특별판을 준비하느라 저도 굉장히 아쉽고 질문을 한 반 정도밖에 알려드리지 못해서 굉장히 아쉬운데요. 내년도에 진행될 한국에서 진행될 프로듀서 레터라이브 에서는 좀 더 많은 시간으로 보다 많은 궁금증을 해소시켜드릴 수 있도록 노력하겠습니다.내년에뵙도록하겠습니다.여러분파이널판타지큰기대와사랑부탁드리겠습니다.감사합니다.감사합니다.